ャック BJW 認定デスマッチヘビー級三冠チャンピオン172cm 70kg 小高勇。サミー、おととい初防衛おめでとう。そんなイサミが去年シングルで負けたのは何回ある？その数少ない負けのうち一つはこの俺だ。ベルト今3本持ってるよな。パートナーっての俺には今いないんだよ。そうしたらシングルのベルト狙わせてくれよ。いいよ。早い決断をありがとう。思いっきりやろうじゃねえか。形式じゃなんだ何も決まったんですけどね、次大日本がビッグマッチやるのは博多なんですよね。じゃあ、博多でやりましょう。来てくれるかな？本当かよ。俺全然試合できないぞ。博多で。何月何日ですか？3月あたり。3月21日。321と覚えるわけですね。お金と心に余裕がある人は来てください。万が一来れなかったとしても防衛して帰ってくるんで安心してください。なぜなら俺たちは強い。
定しました、ね、そうですね、やっぱり、こういったもんは、行ったもん勝ちだと思ってますし、今日自分が表明してチャンピオンが受け入れたという感じでもうタイトルマッチ決まりましたからね、何が何でも負けれない戦いですし、去年勝ってるとはリング上では言いましたけども、もうあれからだいぶ経ってますし、3月の時点でもうほぼ1年ですからね、お互い、あの時とは違う姿になってますから、はい、新しい形として、自分が勝って伊藤隆二のチャンピオンというのを見せたいと思います。タイトルマッチ伊藤隆二の挑戦はもちろん受けますよ。一騎当選の決勝での悔しい帰りはもう全然忘れてないんで、あんぐらい激しいことして勝ってやりますよ。321、非常に覚えやすい321の博多、まあ、今年も全力で、突っ走っていきましょう。なぜなら俺たちは強い。あれだした、あれだね、321の博多で123を取るのは俺だって言えばよかったね。どういうこと。321の博多で123を取るのは俺、今思いついちゃったな。123ワンツースリーです。取るのは、うわーわーもう、いやこれはこれはこのまま録画して、ニコ生で流して、ニコ生で流して、こういうとこなんだよな。まだチャンピオンがチャンピオンでない証拠ですよ、こういうの。くそ悔しいな。